村さん、はい、もう今時代の最先端といえば何ですか？ AI？ あ、正解だね。間違っちゃない。間違っちゃないですね。今日の模範解答やっぱワンピースですね。ワンピース。ちょうどね、1ヶ月の救済も終わって、最終章に入ってる段階で、もうこれから盛り上がってくる感じなんで。はい。フィルムレッドも公開されてます。そう、レッドもね、見に行きました、僕ね。はい。今日は、やっぱ、ワンピースって悪魔の実なわけですよ。なんか、一個ぐらいわかります？悪魔の実。なんだっけ、泳げなくなるやつ。あ、そうそうそう。何そっちは知ってるの？悪魔の実っていうね、食べたら不思議が抜けられるんだけど、海の悪魔の化身だから、一生泳げない体になっちゃうね。っていうのが悪魔の実なんですね。はい。海の悪魔の化身なんだけど。海の悪魔の、そう、海の悪魔の化身だから海に嫌われて。あ、そう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 。へえ。それは知らなかった。そう。はい。ということで今日は悪魔の実の名前を言うんで、岡村さんがそれどんな能力を当てるという。能力があるのね。そうそう。例えば、まあ何がいいかな。例えばじゃあルフィ、まあちょっといやいやそのな。100巻くらいまでは言われてたやつでいいでしょ。100巻くらいまで言われてたルフィの悪魔にはゴムゴムの実って能力があるんですけど、これは食べると体がゴムになって体が自由に伸びるようになるという感じですね。まあみたいな感じで、まあざっくり能力概要を与えられたら正解です。あ、なるほどね。はい、じゃあ僕からいきますか。何も読んでないんだよな。はい、じゃあいきますね。大丈夫。花々の実。はい、花々の実とはどういう能力でしょう？いや、犬読んでる？読んでますよ、僕は。あ、僕は読んでます。なるほどね。最新刊まで読んでます、僕は。で、こっちは当然読んでて。まあ読んでる。僕は結構、アニメ派ですけど、アニメで見てる。マジでワンピース読んでないんだよな。花々の実。俺はね、これね、なんかね、ワンピースにわかの人は知らないよね。絶対わかんないね。そう。なんていうの、なんか、知ってるんだけど、実の能力を知らない。知らない、そう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 。ワンピースのキャラクターって誰がいるんだと。いっぱいいるよ。いっぱいいる。うわぁ。さあ、花々の実とはどういう能力でしょう？まあだからさっきみたいな、だから例えばゴムゴムだったら体がゴムのようになって自由自在伸び縮みするみたいなことを言えれば正解です。いやー、最近ね、なんかようやくなんか読んでそうと言われているジョジョを読み始めた。おお、読んでそうって言われてるな。何その人目線でその読んでるかどうか。なんか読んでそうって言われたんでね、読み始めましたね。はい。うわー、でも特殊能力でしょ？はい。で、本当に知らないんだけど、みんな面白いって言ってるってことは、能力バトルをするんでしょう。正解です。まあそう能力バトル漫画ね。まあ普通バトル漫画ですね。能力持ってる人もいるし、持ってなくても強い人もいるね。で、花に関係するんでしょ。はい、嗅覚がめちゃくちゃ鋭くなる。残念。なんだよ、使えるだろそれで。いやー、残念です。やっぱそれね、チョッパーとかいるんで、トナカイなんでもうデフォで花いいんで。ああ、正解は。体の一部を一定範囲内、あらゆる場所に生やすことができるでした。だから、花々の実の能力使うと、そこら辺から自分の腕とかを生やすことができる。足とか生やすことができるが正解でした。なるほどね。残念ですね。能力者を。能力者、ニコ・ロビンっていうね。ニコ・ロビンは、麦わら海賊団の一員ですね。ロビンですね。黒髪の女性なんですけど。行きたいっていう人ですね。なんか、茶色の人いるよね、髪が。茶色の人かな。え、オレンジです。オレンジ。まあ、オレンジ色な。茶色っちゃ茶色。まあ、茶色。その人とは違うの？違います。女の人まだ2人いるんで。違います。はい。はい、ということで、一問不正解ということで。次、お願いします。ちなみに、ロビンが麦わら海賊団っていうのはちょっとネタバレなんです。もう明らかに知られてるだろ。さすがにミスオールサンデーまでしか知らない人いるでしょ。いるからね。何巻くらい？23巻くらい。分かんないけど、なんか20何巻。確かに。もともとは敵なんだよね。正式に仲間になるのは40何巻です。はい。まあそうですね。はい。じゃあ次お願いします、23。どうしようかな。じゃあバリバリの実。バリバリの実ね。バリバリの実。ああ、いいですね。はい。バリバリの実。はい。なんでもいいな。バリバリの実なんでしょ。なんでもいいんだよな。なんかやっぱあれだね、作品見てるからすっとくるけどさ、切り替えたら難しいね。バリバリちょっとやばいもん。難しい。ヒントやばい。いや、まあセットで提示されたらまあ仕方ない。そうだね。仕方ない。まああれだね。でもさっきよりは簡単だよ。花々の実の難しい。あ、そう。花々の実はもう明らかに難しい。なんか当てさせる気ないでしょ。まあ当てさせる気なかった。バリバリの処理はワンチャンいきます。何巻くらい？ 8 80何巻とか。まあ結構まああれですね、後半ですね。なんかね電撃系かなと思ったんだけどね、そんな80何巻も電撃系取っとくかっていう。なるほどね、それで言うと、うん、20何巻で出てきた体を重くするキロキロの実ってやつが、うん、80巻ぐらいでトントンの実っていうレベルアップバージョンとして登場することがあるから、そういうパターンもまあなくて、そういうパターンもあります。バリバリでしょ。いやでも当てられる。こういう時のね、読んでる人の当てられるって絶対信用しちゃう。さあどうぞ。バリバリでしょ。なんかとても堅い守りのバリケードじゃないでしょうか。バリケードね。バリケードね。バリケードね。あ、これは惜しいかな。じゃあもうワンチャンス。もう一回ですね。もうワンチャンスだけど。バリア。正解。そう、バリアですね。バリアを張れるっていう、そう指を結ぶとバリアを張れる。なるほど。そう、バリアっつってね、張るっていう能力ですね。だからバリバリの実です。もう正解ですね。そう。あ、3文字から2文字取ってくるのか。そうなんです。基本ね、その2文字2文字なんで、4音が入ることもあるんですけど。よし、じゃあこれにしましょう。はい。ククククの実。ククククの実。ククククの実。それ。何巻くらい？90何巻とかわかんないけど、その辺じゃないですか。ちょっともう僕はあんまりその関数はわかんないです。80巻でバリアでしょ？そういう読み方ね。うん、だってもう知らないんだもん。ククってなんだろうね。これはね、やっぱククってなんだろうね。これはね難しいですね。ククククの実。そう、まあでもククが分かればこれはまあ。まあそうだね。ククが何を指してるか分かると、まあそこから早いですね。ああ、なるほどね。ということは、いや81だなってなっても遠いから違うんだ。おお、なるほどね。あのいい読みですね。もしそれがクク81のククだった場合、うん、そこから何の能力かは明らかに考えるの難しいはずだからってことね、うん、これがクイズプレイヤーの思考ですね。ね。さあどうぞ。くくりナイフってあったよね。なんかこうくくりとね、ありますね。刺す、うん、刺す能力ね。刺す、もう刺すくくりとの能力やってことね。判定は残念。残念ですね、これ。残念、全然違いましたね。いや、これはね、無理っすね。正解は、あらゆるものを食材に変えることができる。ああ、クック。クックですね。クックのみ。しかも、その食材、それで変えた食材はあまり美味しくないんですね。うん、そういう能力ですね。クの実を。そう、まあ、なんか木の枝とかを切ると、ハムになってるみたいな。まあね、まあ、腹は満たされるけど、あんま美味しくないねって。クックの実のね。カービィみたいなやつも。確かに。確かに。カービィ美味しいと思ってるかもしれないけど。これ当てられたらすごいなみたいなのもあるね。やっぱね。お。じゃあいくか。はい。ドルドルの実ね。ああ、なるほどね。ドルドルの実。確かに。ミスター3ね。ミスター3、ドルドルの実。すごいんだ、当てたら。これはね、だからすごいよ。ドルドルの実って言われて、これパシーンって言ったらマジすごい。推測能力がすごいと思う。推測能力うんじゃない。あ、でも小田先生と同じ思考が回路になればいけるっていう。ドルドルの実。何巻の時の小田先生。これ20巻もいってないから、チョッパー仲間になってないから10何巻とかですね。ドルドルで難しいとね、当てたらすごいもうヒントなんだよね。まあだからね、まあパッと思いつく、まあね、お金の単位じゃないかな。なんか、なんだっけな、クイズで聞いたことあるんだよね、こう、ワンピースのお金の単位。ああ、ベリーの話。ベリー、うん。なんか、あの世界にドルないんで、それは分かるんですよ。ドル。さあ、ドルは何のドルでしょう？ドルジ？ドルジ？朝青龍の本名を言ってドルゴルスレンタグアドルジの話、ドルゴルスレンギンダグアドルジの話してる。人のみモデルドルジないですね。それではないです。アイドルとかだとね、アイアイの実になると確かにダサいんだよね。あれだね、戦闘で使う能力だからね。あ、強い。まあそんそんなにまあでもこれをマゼランからの毒の防御に使ったミスター3はクロコダイルに能力の相性っていうのは分かんねえもんだって思い出してる、うん、これだけで毒を防げるのね頑張れば。まあそうだね、めちゃめちゃだからこう毒が襲いかかってきましたと、うん、た時にこの能力を使って毒を防いだね。でもね別にそんなヒントにはならないから他の話でも毒は防げる確かに確かに確かに、まあ、ちなみに毒を使う能力は毒の実ですからねこれだったら簡単だったね毒の実だったら。へえ、そうそう、ね、でもさネーミングが凝ってるってことはないと思うんだよな毒の実飛んでくるでしょ。わかりました、土塁を築く能力でどうでしょう残念、土塁を築く能力ないですね残念毒を防ぐに正解はキャンドルですね。ロウを作り出す能力ですね。ロウを作る、体からロウを作り出して絞り出し操ることができるキャンドルとですね。はい、残念でございました。じゃあ次、じゃあイニーさん、じゃあラストでお願いします。じゃあこれにするかな。はい、ホルホルの実ホルホルの実ね、ホルホルの実でホルホルの実なんだホルホルの実と出てきたらホルモンでなんか飲みもあってなんかすげえ焼肉っぽいなと思った。ああ、その飲みね、飲みね、ホルホル飲みね、ホルモンね、ホルモン、なるほどね。ホルモンって何の能力だって。なるほどね、なるほどね。多分使えるとしたらフェロモンとかなんだよね。うん、これはまあちなみにヒントですけど、これはエンポリオ・イワンコクの能力ですね。はいはい、いやでもそれ結構大事で、何が大事かっていうと、名前が強そうっていうのはじゃあ直接的なヒントじゃなくて、じゃあこの人はできることね。顔を大きくしたらできる。これ顔もともとでかい。まあ大きくしてる。大きくする。顔を大きくしてできる。あと、あれもちょっと、これは言っちゃうとあれだな。かなりヒントになっちゃうから。あとはめっちゃテンション上げたりできる。かな？アドレナリンか？いや、顔を大きくするホルモンって成長ホルモンってそうやって使うのかな？内分泌系のやつ？いや、まあ別にその、概要を当てられれば正解します。はい、ホルモンを体内で生成する。正解です。ホルモンを自在に操ることができる。まあほぼいいじゃないですか。なんていうの、ホルモンをいろんな人に与えることができるね。だからあと自分にもできる。そもそも顔が大きくて、ウインクでね、まばたきの風圧で相手を倒すみたいな、顔面を大きくさせてさらにその威力を上げるとかやったりとか。あとは本当にそう本当にそのウインク自体は悪魔の実とは関係なくて、デスウインクって技があって、それを顔でかするともっと強くなる、もっと強くなるっていう。そこに言ってる。いや本当に、いやこれ本当のシーンでね。そうね、これでもう敵を倒していっぱいありますから。そうなんですよ、いっぱいあるの、デスウインク。そうウインクで倒してる。そこあるから、めっちゃね、重要な役割を担ってる。そうあとはこれがね、性別を変えることできる。ホルモンを注入して男だったら女にして、女だったら男にしたりとか、結構自由自在に操るとかね。そういうお役立ちキャラですね。お役立ちキャラ、かなりお役立ちキャラですね。お役立ちキャラです。ルフィがすごい毒食らって死にそうになってたんだけど、治癒ホルモンっつって体の治癒力を高めるホルモンを入れて作ったりとかしてるキャラなんで、結構重要キャラですね。いや、ここはそうはい、ということで何問正解？ 2 問。バリーとホル。じゃあ、イニーが出題したのは正解したのか、俺が出題したのは3問と。はい、ということで、こうちゃんが意地悪だということで。はい、ということで、ワンピース、ワンピースは関係ない。今回たまたま扱ってるんですけど、いろんなサブ取ってたので、ぜひ皆さん、サブチャンネルも、たまには見に来てください。ということで、チャンネル登録、高評価、いろんなチャンネルのフォローよろしくお願いします。それでは、さよなら。さよなら。